皆さん、こんにちは。今日もフィリピン・パラワン島ペルトプリンセスの自宅からお送りしています。今日が2022年8月の14日、日曜日です。今日、つい今さっきですけれども、とてもなんかね、嬉しいというか懐かしいようなメールをいただきまして、まだちょっと完全に読んでないんですけれど、ちょっとご紹介していきます。メール読んでおきます。誠さん、こんにちは。以前、パラワン島に月2万円で住む日本人というタイトルで2回も取り上げていただいたものです。今現在も以前お話しした家賃3万5千円の神奈川県のアパートに住んでおります。すでに68歳になっており、70も間近という年になってしまいました。今も週に4日の警備員をやっています。ちょっとここまでしかまだ僕目通してないんですけど、この方の以前の動画ってこう2本出してるんですけど、もしご覧になってない方いましたら、サムネあるかな、こんなサムネで、説明欄にリンクを貼っておきますんで、この動画のタイトルの横の矢印をピッてタップしていただければ、下にダーって説明欄出ますんで、そこに1本目の動画とこの方のね、2本目の動画、2万円家賃込み総予算でね、2万円でパラワン島にずっと暮らしてた方からの、メールに関してちょっと話していたことなんですけど、ぜひそちらを見てここに戻ってきていただければと思います。ちょっとメール読み進んでいきます。今も週に4日の警備員をやっています。はいはい、警備員のね、仕事を得てるってことでしたよね。再びの移住のための資金は十分に貯まったのですが、ちょっとした理由があり、日本から動けないでおります。と言いますのも、今年の1月に近所の友人となったフィリピン人男性にフィリピン料理屋に連れて行ってもらいました。その店のママさんの妹さんに出会ってしまったのです。1ヶ月ぐらいをかけて徐々に知り合い、今では私の彼女という存在になっています。50歳を過ぎたいい年の女ですが、70も近い私にとって良いバランスだと思っています。私の気持ちはパラワン島に今すぐにでも戻りたいのですが、彼女と別れることを考えると動けずにいます。パラワン島での月2万円生活を彼女にも話しましたが、信じられないの一言で取り合ってももらえません。今回メールを送らせていただきましたのは、誠さんの動画、フィリピン移住に何を求めるのかというのを拝見いたしまして、私の思いを言いたくなりメールを書いております。はい、今日の朝公開なった動画ですよね。あ、見てすぐ送っていただいたんですね。私がパラワン島への移住に求めているものが、あの生活が全てです。煮炊きのための薪を拾い集め、食べられる植物を野菜として拾い集め、海から上がってくる漁師を手伝い、そして魚を安く分けてもらい、安普請の雨漏りする屋根を直し、空いている時間には外に出て空と海を眺める。まさに直接的に生きるために動いていたあの生活こそが、私がフィリピン・パラワン島に今も求めているものです。他人から見ればただの貧乏人の暮らしでしたでしょうが、あのパラワン島で過ごした5年間こそ、私の人生の中で一番光り輝いていた5年間だと今では感じております。しかし人間とは弱いものですね。一人の女のために動けなくなってしまっている自分が情けないような、おかしいような、とても優しい女です。70近いジジイでいいのかという私に、自分は50過ぎのババアだからいいのと言ってケラケラ笑ってくれました。これはこれで幸せな生活だと思ってはおりますが、パラワン島という言葉の響きだけで胸が熱くなってしまいます。あの漁村で見た
青い空と海、今も鮮明に目に浮かんできます。今日本で出会った一人のフィリピン女性との時間を楽しんでいる私です。フィリピンに求めるもの、それがたとえ女性だけであっても大いに結構だと思います。人生楽しんだものが勝ちですよね。くだらないメールで失礼しました。誠さん一家の健康とご活躍をお祈りしております。失礼します。ありがとうございます。こういうメールいただいてね、嬉しいです。もうね、渡航ができるようになったから、そろそろパラワン島に戻られるかなって、計画してるかななんて僕たまにね思い出して考えていたんですけれども、フィリピン人の女性と出会ったんですね。で、今幸せにやっている。彼女って一緒に住んでるんですかね、どうだろう、別個にいるのかな、どうだろう。まあでもどこにいてもね、幸せ感じて住んでいられればいいですよね。確かね、前いただいたメールでは、この今更ながら日本の便利さに感激しているなんていうのをなんとなく覚えてますけど、こう線をひねりゃ何、お湯が沸かせるし、コインランドリー行けばたらいで洗濯することないし便利だって言ってたの、なんかね覚えてますけれど、まあね、その女性とね楽しく今ねお暮らしならいいんじゃないでしょうか。パラワン島のね、サバイバルライフ、普通の人から見れば結構サバイバルライフに近いような感じじゃないかな。煮炊きする薪拾い集めると、まあね、ローカルのフィリピン人結構やってることですけれども、それ日本人がやってるってますますないと思うんだけど、ね、食べられる植物はたくさんありますね。うちのマリアもたまにね、野菜がないなんて時、外に出てて、パッパッパってなんか取ってきますけどね。まあね、どこにいても楽しく暮らしてれば。で、最後にフィリピンに求めるもの、女性だけでもいいじゃないか。いいと思いますよ。女性追っかけてきて、痛い目に遭うかもしれないし、まあそれも楽しんでる中だから、ねえ、人生の一つの経験としていいのかな。それでうまくいってね、幸せに暮らせれば、本当幸せだし、やっぱりどこにいても、幸せだなって感じられるのが一番だし、それをフィリピンに求めてくるって、やっぱり、ね、環境全く違うところなんで、いろいろな新鮮なことがあって、いろいろなことに出会うたびに、驚きと、ね、喜びと幸せって感じるかもしれないんで。で、これ前のね、動画見ていただいた方だったらお分かりでしょうけど、この方ってね、その5年間、パラワン島でね、外国人と接触しないでいたんですね。で、僕ら日本人がいるっていうのも分かってたんだけれど、あえてね、接触しなかったっていうんで、完全にそのローカルの人たちの中で生活してたんで、5年間でもタガログ語がペラペラになって、英語は片言しかできないっておっしゃってましたよね。でもね、あ、じゃあ今それあれかな、日本で出会ったフィリピン人女性とも普段はタガログ語なのかな、日本語なのかな、どっちだろう。まあね、言葉はね、道具なんて何語でもいいんですけれども、楽しくやってるんですね。なんかちょっと僕はね、残念だなと。こっち来てまたね、2万円生活。今ちょっと物価も上がってるからね、どのくらい？ 3 万円生活。3万円あったらこのガス使えますよね。でもね、この方の目から見ると、本当に何かな、いろいろ。まあ大体みんなね、こう日本人がフィリピンに移住してくるって時は、都会にしろ、他の離島にしろね、街ですよね。きちっとした家があって、電気、ガス、水道があって、っていうところなんだけど、5年間サバイバルしてた。すごいですよね。まあでもね、この方は今日本でね、幸せにやってるってことで、まあどこにいてもいいってことなんだろうな。でもパラワン帰ってきたいでしょうね。もちろんね、その日本にいるフィリピン人女性にね、日本の便利さ、快適さ、安全さ、いろんなことが分かっているフィリピン人女性に、結構長くも日本にいる方だと僕は想像するんですけどね、その方に、
フィリピンに住まないかっていうだけで、え、嫌だって、日本がいいっていう方も多いし、しかも、ご自分がなさってたようなね、その漁村で、ネイティブハウスでね、煮炊きする薪拾ってて、そういう生活の話したら、やっぱり、冗談じゃないって言われますよね、これはね。その女性がフィリピンにいた時にどういう生活してたかわからないですけど、まあ、日本にいて今快適な生活を送っているんだと思うんで、その方をねパラワン島2万円生活に引き込むことはもう不可能ですよね。もう一人じゃなきゃできないことじゃないかな。うん。まあでもいいですね。うん。幸せに暮らしてるのが一番だと思います。今日ね本当にまたこういうメール報告みたいなメールね送っていただいてありがとうございます。僕はね本当に渡航できるようになってまたパラワン島に戻ってきてね、タグブロスの漁村の前借りてたところにまた住んでね、そういう生活してる生活を見たいっていうか、そういう生活を楽しんでらした方と僕は話をしてみたいなと思ったんですね。うん。だから、もしね、そういう機会があったら、また、でも、彼女がいますからね。無理ですよね。幸せにお暮らしください。メール、本当にありがとうございました。今日はこの辺で失礼します。